文,文はかつて漢字文化圏で使用された戦火の通貨単位である。日本ではここから転じて長さの単位としても使用される。中国において進むから南北朝時代にかけて初めて用いられたとされている。この時期には従来の五種線に加えて様々な政権で鋳造された大きさの銅線が用いられ、しかも東火で混用された。 このため、千の枚数もしくは銭には必ず刻まれていた文、文様を数えることで、貨幣価値を測るようになった。やがて、千の枚数を数える単位として、千もしくは文が出現し、それがそのまま貨幣単位としても用いられるようになった。六世紀に作成された、か思うの、生民用術や北魏の年号が入った頓行文書などに貨幣単位としての文が見られる。 その文は、戦火の使用拡大とともに、漢字文化圏の周辺諸国に伝わり、日本語の読みでは、文、朝鮮では、ベトナムでは、VN として使用された。中国大陸では、中華民国建国以降、戦火が使用されなくなるとともに、その単位である文も使用されなくなった。19世紀の香港では1香港ドル、港元の分の1を香港文とし、 銀円0.725、0 0 2 4ムに相当した。香港線に解消された後、使用されなくなった。現在の香港では、香港ドルを、関東語で、か、ンと、通称するが、これは、文に由来する。日本では、和道海賃が鋳造された奈良時代から、用いられるようになり、平安時代に高長線が廃絶すると一旦、用いられなくなったが、 鎌倉時代や室町時代頃には中国からの銭の輸入とともに再び用られるようになり、明治維新で新通貨単位、円が導入されるまで続いた。現在では通貨として流通していないが、一文なし、二束三分、早起きは三分の得など、いくつかの言葉に通貨として使用されていた名残を残している。しかし、虎井線も長期間の流通により、摩耗。 割れ、掛けなどが生じ、また鉛分の多い支柱線も横行し、これらはビタ線と呼ばれるようになり、エリゼニがしばしば行われるようになる。たびたびのエリゼニ連が出されても効果はなく、そのため両線に対しビタ線は割り増しの差別通用となり、明王2年、1493年の相良市ハットでは、地を取りとされるビタ線10巻分につき両線4巻分。 黒銭と呼ばれるビタ船十0巻分につき両船五巻分と定められた。北条氏の両分であった関東では、英,英楽通宝が両船として扱われ、天文十九年、千五百五十年には、英楽一分をもって、ビタ船四分、あるいは五分となった。江戸時代に入り、慶長十三年、千六百八年には、金一両イコール a 一巻分イコールビタ四巻分と定められた。 江戸時代の通貨単位としては、1、千貫、漢文に相当する。元十三年、千七百年の御定相場では、一文は、金一、四千両、銀零点零一五文目に相当した。1636年から官営通り宝が、公焼いされるようになると、官営通り宝は、ビタセント等価に設定された。漢営通り、宝発い時は、 一文はイワシ一尾、塩一合、餅一個などの購買力があった。実際の文の価値は時代により変わった。1800年代初頭の東海道中膝栗毛の記述では、餅一個の価格が三分から五分、街道の茶屋で、酒一号が三十二分とある。また千は百分をまとめて、紐に通し千冊として用いられたが、実際には九十六枚をもって百分として、 通用させる昇白も行われ、この採用文は、千差次第であるとか銭座が銅線を鋳造する際の、経費として差し入れたものに由来するとか小説ある。官営通り宝は、古官営、文線、自白銭については、中国と同じく両銘一銭、門銘が基準であったが、元独年間や元文年間には、薄昇化した銭貨も鋳造され、 それでも銅線は一枚は一文として通用していた。しかし、幕末に、鉄線や店舗通り宝が多量に鋳造され市場の流通を支配するようになると、銅線一文と、鉄線一文は10日では通用せず、慶応元年、1865年ルー5月、幕府は天然相場を容認し、鉄一文線一文及び店舗通り、宝百文を基準として、以下のような相場となった。 その後も、通用価値と額面との乖離はさらに拡大し、慶応4年うる4月14日、1868年、維新政府は、大上官布告第306号により鉄一分線一分を、基準として、以下のように定める。明治4年、1871年の進化条例では、旧貨幣の単位について、一両すなわち、英一貫分をもって一円に当て、 一輪は A 数文に当てるとされた。関営通り、たから同線一分線がこの A 一分に相当することになり、一輪通用となった。従来の一分は百文分につき一線に当てられた。このことは、立つ踏切って四十分、文、百文、分、百0分、五百分の流線切って五輪、一線、二線、五線への対応にも見られる。対して関営通り、 だから鉄線一分線はさらに切り下げられ、明治5年9月24日大上官布告第283号では、鉄線一分につき、十六輪となった。長さの単位としての分は、種として、足袋や靴など履物の大きさを表すのに用いられる。足袋などの寸法を測る際に一分線が何枚、並ぶかを目安としたことに由来する。一分は、中国の改元通り宝以来、 官営通り、宝のような日本の銅線も含めて、線下の直径は伝統的に八分0.8寸であり、これは約2.4センチメートルで、分以下の単位には三分、半門、半門一、二分、七分が使われた。伊原ラ西角、公職一代女には女性の小さな足を形容するのに八分三分が使われている。 現在の靴の足長計測にはセンチメートルが用いられており0.5センチメートル単位で計測される。プロレスラーのジャイアントババの16分キック及び32分ロケット砲は有名であるが、ババの本当の足の大きさは14分で、ババの靴がアメリカのサイズ表記で16となっているのを見た日のプロレスマスコミが16分と勘違いし、それが定着したものである。 それ以来プロレス界では、ババの足の大きさイコール16分というのが標準として定着し、ババより足の大きなアンドレザ・ジャイアントが18分キック、ババより足の少し小さいジャンボ・ツルタが14分などと呼ばれるようになった。質量の単位である線は、銭一枚の両目の基準であり、日本では分一分線の目、目方に相当する、目に線ので、 泉の総書体である、門目の文字を当てた。江戸時代まで、門目は、主に銀の貨幣単位であり、掛け目が一銭、銭の銀という意味である。ただし、金貨や銀貨と異なり、鋳蔵で大量生産される銭貨は両目が厳密に作られたわけではなく、銭貨自体は、奮銅としては到底使用できないほどに、両目のばらつきは大きい。楽しく、 ご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。